あるところに、キコリの夫婦とその子供たちであるヘンゼルとグレーテルが仲良く暮らしていました。しかし、ある時から家族は貧しくなり、食料がほとんど手に入らなくなってしまいました。あんた、どないしたんやろ。このままやったらうちら終わりやで。もう食パン1個じゃいつまで食べれるか。あんたが持ってこないからよ、食料。しゃあないやろ、そんな。じゃああんたの腕を食うことになるよ。そんなやつ働かれへんやん。どないしたらいいの。もう生き残るためにはこれしかありません。あの子ら森に捨てましょう。そんなんできひんよ。あんたの腕食うことになるで。それもできひんし、そんなひどいことできひんよ。もう決めましたんで。こんなとこ初めて来た。じゃあお母さん、お父さんと行くところがあるから、うん、夜になったら迎えに来るわ。うん、じゃあね。じゃあね。じゃあここで待ってるね。お父さんとお母さんはいつ迎えに来るの？多分迎えに来ない。そんな。じゃあこれから私たちどうなるの？大丈夫、家に帰れるよ。どうやって？道わかんないよ。こういうこともあるかと思って白い石置いてきたんだ。白石？うん。でもそんなのいつ集めたの？昨日こうなることを予想して白い石を集めてきたんだ。そうなんだ、うん、じゃあ帰れるんだね。帰ろう。うん、よいしょ。お父さんお母さん、ただいま。ねえ、あんた、なんであの頃は帰ってきたん？いや、わからんよ。なんかうまいことやったんやろ。もう一回森に連れてくわ。もう二度と戻ってこれないように。お母さんと父さんがまた僕たちを森の中に連れて行こうとしている。どうしてだろう。じゃあまた石を拾いに行かなきゃ。そうだな。あれ、鍵がかかってる。え、どうして？なんで私たちを出さないためなの？じゃあお母さんまたお父さんと行くからね。ここで待ってて。え、本当に迎えに来てくれるの？迎えに来るわよ。本当に？本当よ。じゃあ待っててね。分かった。すぐ来るから。どうせ今日もお父さんお母さん迎えに来ないよ。今日は白石もないし、もう帰れない。大丈夫。今日はパンのカスを置いてきたから。パンのカス？それを食べれば帰れるのね。うん。よかった。じゃあ帰ろう。うん。あれ？どうしたの？パンのカスがない。え、もしかして鳥に食べられちゃったのかな。そんな。じゃあ家に帰れないじゃん。でも大丈夫、森を探索すれば何かあるはずだ。探索してみよう。あらあら、子供たち、お腹が空いてるのね。私の家に来たら、おいしいものもっとあるよ。え、本当に？ええ。
やめろよグレーテル、危ないって。大丈夫だって、だっておばあさんだよ。優しいに決まってるじゃん。大丈夫かな。え、食べに行きたい。じゃあ私の家においで。うん。これ長旅で疲れただろ。ほらゆっくりしていきなさい。うわー、お邪魔しまーす。大丈夫かな。うわー、甘い甘いケーキだよ。ケーキだ。食べていいの？食べていいわよ。うわー、いやちょっとグレーテル、もう僕たちさっきお菓子食べたからもうお腹いっぱいなんじゃない？あー、そういえばそうだったね。確かに後ろもできちゃうし。そうそう、もうやめとこうかな、うん、おばあちゃんありがとう。そうかい、そうかい、そうか、お腹いっぱいかい。そう、じゃあ、たんと寝なさい。あ、確かに疲れたもんね。すごいベッドで用意してみたから、ふかふかのベッド、うん、よし、ほら来なさい、ほら。うわー、すごい、ふかふかのベッド、すごい。ゆっくりお休みか。あー、疲れた。はい、食べるためだよ。いやでもそいつがブクブクになってから食べたいから、あんたはそいつのために料理を作りな。食べる？そんなことさせない。料理も作らない。え、作らない？じゃあここであんたを食べてやろうか。それからグレーテルはヘンゼルのために食事を作りました。目の悪い魔女はヘンゼルの指を触って太り具合を確かめようとしましたが、指の代わりにペンを差し出したため、ヘンゼルを食べるのを先延ばしにしていました。まだまだだね。もっと食べさせろ。グレーテル。はい。私はもう限界よ。大鍋に水を入れてグツグツ煮なさい。わかりました。早く。はい。どうだい、お湯の加減は？まだ多分冷たいと思います。信じられないね。よこしな。はい。どけ。それを持って家に帰りましょう。早く。よし。ただよー。お父さん、よく帰ってきたよ。ほんまごめんな。大丈夫。これからは家族みんなで仲良く暮らそう。よかった。よかった。こうしてヘンゼルとグレーテルたちは仲良く暮らしましたとさ。めでたし、めでたし。ステップはいつもより軽快、特別意識を
はしてない。